ながら型形順の絹だ。潜水戦隊の機関を務め、かの対戦の序盤では、新兵器たちの活躍に一役買っていた。名前の由来通り、鬼が怒るようにたける当てを見たいとは思わないことだ。形順絹だ。鬼を従えるつもりなら、鬼にお前の力を示すがよい。今日の任務の指示だ。早くしろ。 他の装備の点検はいいが、この機面をあまり触らない方がいい。苦手な相手強いて言えば、ながらだな。だって。え、ながら姉さんちょ、ちょっと、それダメだ、うんうん、最新式の酸素魚雷、こっちにも乾燥してもらえないか あてならその性能を十二分発揮できる。マント <laughs> お前もかっこいいと思ってくれるか。おい、それをかぶって隠れてサボろうなんてするんじゃないぞ。当てと手合わせか。安心しろ。片手を使わないハンデをくれてやる。このあてを怒らす気か。 あての頭を勝手に触るな。任務を忘れるな。命令を守るのは軍人の義務だ。報酬を受け取れ。任務をこなしたお前がもらうべき見返りだ。重要な内容はマークつけておいたぞ。戻ってきたな。出撃が長くなると、陸も恋しくなる。休める時には英気を養え。 委託組の子たちが、いい加減痺れを切らしているぞ。強化の成果が分かるのは実践のみだ。さあ、来るがいいさあ、来るがいい鬼も、時の流れには勝てないか。逃がさん <laughs> 真なる鬼をお前たちに見せてやる卑怯者が、お前には鬼を従えられん。人畜無害に見えるお前が、この母校を指揮する存在とはな。<laughs> 少し興味が湧いたぞ。ながらたちはいろいろ残念なところがあるが、よく使いこなせているな。彼女たちに代わって感謝する。 何当てにも残念なところが。どこだ詳しく聞かせろ。少しのみに付き合ってもらえるか安心しろ。ただの雑談だ。酒の力を借りて本心を語り合うなんて、いいことだと思わないかうん。なんだか当て、お前に何でも託したい気分だな。 鬼ってのも。ねえ。あてをもし好きなようにできるなら、お前は、どうしたい鬼をも従える強者、指揮官よ。この誓いは永遠に心に銘じる。さあ、共にさらなる高みへと目指そう気をつけろ。警戒を怠るな。アオバ。 今回はおんぶしてやらんぞ。アブクマ、今度はあてに魚雷を貸してくれないか改造終了だ。消化した鬼の力を楽しみにしてろ。失望はさせん。鬼面ああ、襟周りにあるぞ。今の力を持ってすれば、別にこれで鬼だと示す必要などあるまい。 今度こそ、時の流れに追いついてみせる。青葉のやつ、いつも浮かれてる感じだが、危険にあったらどうするつもりだ。このマントはオーダーメイドだ。ほら、こことここ。あ、<coughs> すまん。少しお前にこいつの魅力を知ってほしかっただけだ。手合わせを申し込む前に、 しっかり考えておくんだな。怪我だけじゃ済まないぞ。これでもあては女だぞデリカシーってものを知らないのか鬼の怒りを味わえ <laughs> 何しに来た行ってみろ。ああ、学園の部活動の見学か。すまなかったな。 こういう練習の時は邪魔されたくないんでな。はぁ、あ。祝日もノルマをこなさないといけないな。高尾殿のあれは部活動ではないな。いや、特に理由などない。あては好きで部活に入ってるだけだ。よほどの天才でもなければ型から入る。天才でも型を全くは無視できない。 剣を覚えるとは、こういうものだ。プリンス・オブ・ウェールズ、そしてレパルス。ふっ、卑怯とは言うまいな。イスズ、鬼なのにお化けが苦手とは何事だ。あては、くっ、そうならないとは生きれん。このちっこい奴どもではさすがに相手が務まらんな。 こっちの手合わせでもしてみるか年賀状だ。後で確認してくれ。練習がてらに隣の書き初めも手伝った。だ、ダメか悪いが、偽装は本物でな。